あっち向いてフーにしようぜ。何か企んでるようだけど、私には通用しないわよ。そう言っていられるのも今のうちだぜ。行くぞー。うわあ、なんと強大な木なのでしょうか。うわあ、このくそぼろい神社が崩れちゃうよ。太陽系すべてが吹き飛ぶほどのエネルギーが溜まっているわ。なんてこったい。たかがじゃんけんで。じゃんけんを甘く見るぞ。なんでそんなに興奮してるのよ、パチ。マリサとレムのじゃんけんで地球がやばいのよ。へえ、バッドエンドかな。またキノコ雲が出ちゃうわね。怖いな。なんでそんなに落ち着いてるのよ。若い者はあのパワーをもっと別のところに向けないとダメよね。私はレイムたちよりお二人の温度差の方が怖いです。お前らうるさいよ。気が抜けるぜ。つきあり、じゃんけんポン。甘い。なんだと、アイコだと。激しいじゃんけんだな。あれはじゃんけん。知っているんですか、サクヤさん。あれは中国4000年の歴史の潜む闇の技術。どっちかというとメイリンが知ってなきゃダメなんじゃないの。あれはそれぞれが蛇の攻撃を表していて、パーが相手に巻きつき締め殺す、チョキは2本の毒の牙、グーはパンチかな。あんたたち、じゃんけんすら黙って見られないの。最高のガヤ芸人でしょ。褒めてないよ。お前らのせいで私が地味に勝ったところは注目されなかったぜ。勝ったんだ。後ろでごちゃごちゃうるさいから負けちゃったじゃない。行かなくて済むから負けて正解では。そうか。じゃあ早速外にいるやつを消し済みにしてくるぜ。なんて言ったってプランだからな。お姉様たちの出番はないからね。どうしましょう、お嬢様、やばいですよ。まさか出番終わり。いいバカね、レミ。カヤだから無意味にやや騒ぐぐらいの出番もあるに決まってるわ。それもそうか。料理忘れんな。忙しい人のためのヨーヨーム。というわけで1ステージは私です。そうか、深くは聞かないでおいてやるよ。そうしてくれるとありがたい。ねえ、この子は誰？私はコンパクヨーム、悪玉楼の庭師で、本来5ステージのボスをやらせてもらっている。っていうか、この前自己紹介しました。空気かと思って。ひどい。ドランももっと空気だからな。何書いたかな、マリサ。いや、何も言ってません。いや、空気が美味しいな。で、その後のボスが今は落ちぶれて1ステージのかませんよ。いや、それは違う。これはだな、ゆゆこ様が。ゆゆこ様というのは私の主で、その方がおたわむれで勝手にボスの配置を変えてしまっただけの話で。そんな必死にならなくていいよ。別にいいよ、そんなことだろうと思ってたし。後ろにいるのは誰？硬い残業。うわ、なんでここにいるんだ。早く持ち場に戻れ。何？ここは私のステージだぞ。いや、違くて、1と5のボスの持ち場が変わってしまったんだ。だからお前はまだまだ先の方なんだ。そういう報告はちゃんと連絡しとけよな。中間管理職、これだから嫌いだよ。連絡の係は私ではないのに。あの子は誰？前捕まえてなかったっけ？あいつは本来なら1ステージの中ボスだ。雑魚か。なに、ホタイオザコとナミちゃんやけどするぞ。真空ダメパンチ出すぞ。ボスが入れ替えされただけで、中ボスはそのままなのか。いえ、総入れ替えだから、チルノも5ステージのはず。いいから早く戻れ。
お前はどこ出身だ？私はこう見えて2ステージだったこともあるんだぞ。マイナス K はむずいんだぞ。私は EX だよ。EX だと？すげえ。参りました先生。クランは偉いんだよ。先生、この生意気な中間管理職をやっつけてくれ。任せて。なぜ私はこんな扱いなんだ。どうしてこうなった。なぜですか。知らんけど、ある意味目立てるチャンスなんじゃないか。頑張れ一年坊。早速よくわからなくなってきたが、いざ正々堂々と勝負と行きたいですが、切るのは早く帰る。うっせバーカ、覚えてろ。なぜ私はこんなに嫌われているんだ。真面目すぎて面白くないからじゃないか。人がおとなしくしていれば好き勝手言って。切りますよ。わーい、転送だ。というわけで、便利な隙間であの子たちの様子を見ているわけなんだけども。説明オツです、ゆかり様。そうでしょう、ゆかりんって呼んでね。まあ、チェーンを人質にされたとしても呼びませんけどね。今回もまあ、グダグダと始まりましたね。いろんな意味で楽しみですよ。1ステージは本当にあの子なんですね。どういう意図があるのかさっぱりですが、大丈夫ですか。意図も何も、本当にくじでシャッフルした結果だからね。魂魄4はつくづく不運だな。それよりくじのシャッフルの結果をちゃんと連絡しなきゃダメじゃないですか。ジルノが出てきた時は放送事故になってしまうんじゃないかと焦りました。誰だ連絡係は。正直に名乗り出ないとパンチだぞ。ごめん、私だったわ。主人を殴る指揮がどこにいるのよ。ゆかり様、ちゃんとしてください。ちゃんとした私なんて見たくないでしょ。なんで開き直ってるんですか。聖人君子になれとは言いません。人並みにまともになってください。もう、何よりオウムの方がいいわ。本人主義だし。そうね、たまに切れてたわしハンバーグを食べさせてくるくらいね。ランの代わりにヨウムを私の好きにしようかしら。私がクビで引退？許せませんよ。いた！またぶった！もう隙間を切るよ。この仕返しはいつかしますからね。微笑ましすな、ギザ。何はともあれ、ヨウムはああ見えてお菓子に釣られてよく誘拐されかかるけど、現実は目を見張るものがあるわ。再生方法はゲームとかじゃないんですか。一応モノマネでもさせてお茶を濁そうと思ってたんだけど、相手二人が脳筋でヨウムも脳筋なところがあるから、腕力の対決は避けられないと思うわ。なるほど、確かに。でもそうなると2対1は不利なんじゃないの。ヨウム死ぬわよ。腐っても子供剣道100段、それに相手も本気で試合はやらないと思うし。それもそうですね。逆にここでマリサさんたちがやられてしまっても都合が悪いですし。そうそう、ヨウムはできる子、便利な子。じゃあ再び神社の様子を見ましょうか。どうなっているんでしょうかね。やりすぎだって。どうすんだよこれ。いきなり死人出してどうすんだ。死ぬって何？ゆとりかよ。私も泥棒とかはよくやるけど、殺人は初めてだぜ。いや、泥棒じゃなくて借りてるだけ、借りてるだけ。どうする？どうするって、とりあえずブルーシートみたいなのないか。何それ。もういいよ。だな、わからん。埋めちゃおうよ。
埋める？そうか、埋めればいいな。幸い神社の裏には畑あるって話だから、そこに埋めれば一石二鳥だな。すごいね。あ、マリサさん、白道って何してるんですか？